い、はい、はい、一点ご相談がございまして、この後ですね、はい、PK チャンピオンシップっていう大会がありまして、はい、PK をただやって勝ち進んでいけば100万円もらえるという大会があるんですけど、僕がお金に釣られると思いますか？やりましょう。ぜひ、やりましょう。やりましょう。キーパーだし。そうです。キーパーだし。ぜひ出ていただきたい。どうなんですかね。いい方。いい。来ますか。僕だけでも。はい。ぜひ。ありがとうございます。じゃあ、やりましょう。お願いします。じゃあ、行きましょう。お願いします。ありがとうございます。一応今日、ユニフォームの準備を揃えてあるんで。俺らのサイズになってもらうんですか？一応のみでお話ししたのがありまして、やってますか？いや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 、もう、まあ、じゃあこれしますか？一応ちょっと読む。お願いします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 。来ていただいて、セーブね。エクスラ大丈夫ですか？セーブは大丈夫です。うわぁ、エクティン強い。いいですね。待って待って待って、もうこれ見てください。自分が上がってます。グーッと高いんで、もう服に探して着てます。いやもう、なんか、エステキに強い。フロンタレ強いじゃん。これは強いって言うな。そうっすか？あれ掘れる、あれ掘れる。あ、なんでケグを着てる話と、なんでその立場の撮影なんて。これ、これでいいですか？これだ。行きましょう。お願いします。はい、頑張りましょう。じゃあ、行きましょう。一点で言ったんですけど、もう一個です。開会式っていうのがあるんですけど、はい、そこにあのうちのマスコットのフロンタが出るんですけど、はい、そこで皆さんにサプライズでお二人にフロンタのアテンドとして、こういうやつですか？こういうやつ。あ、そうやってやるの。そうやってやるの。で出ていただいて、ね、はいはい、ちょっと盛り上げていただこうかなと思いまして、と思って。でもフロンタと出れるんだったらいいよ。いや、フロンタと一緒に、はい、隣で、はい、あの人気者のフロンタやで。あのフロンタも出れる。あのフロンタも出れる。全然いいです。はい、でも吉田君こんな横に立ってたら、ちょっとどっちがぬいぐるみなんだろう。あ、どっちが動いたでしょみたいなやつ。あ、そうですね。一応ね、面白い。全然やりましょう。お願いします。お願いします。お願いします。実は僕も今日ね、予約は僕まあもう自分でやってるんです。まあその時にオファーもらってました。だから来てたってこと。はい、ただサイズは間に合わなかったと。僕も、はい、それでもまあ本当ご用意いただいて。そうやね。いや、そうなんですよ。で、俺が出てくるからいいなってこと。で、まあ出ないなんてないと思ったんで。すいません。ご本人いいよ。いや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 、草はそんなの言わないから、はい、もうこの絵面を見れて嬉しいでしょ。これ作ったの僕ですからね。違和感はないんだよね、俺。ほら、パンチありますよ。優勝しますよ。いいサッカー見せよ。見せましょう。いいサッカー、あの枠の中に蹴りゃいいんですよ。そうそう、はい、そう頑張りましょう。やりましょう。よろしくお願いします。お願いします。皆さんが楽しく今日帰れるように頑張っていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。そしてやっぱり一つ一つ PK ってこう魂込めて蹴らなきゃいけないんで、皆さんもう悔いのない一球を蹴り続けて、そして優勝を目指して頑張ってもらえればいいなと。そして結果楽しかったというふうにね、またみんなで帰っていただければいいなと思いますので、皆さんと共に楽しんでいきたいなと思いますから、よろしくお願いします。おいしたり、はい、なんかな、はい、せっかくこう BK チャンピオンシップに出させてもらうじゃない、はい、で俺らが何かできることがあるかなと思ってさ考えたんだ。
そうですね。2018年のチャンピオンがいると。PK この大会のね。チャンピオンに対して、対戦相手がどういう気持ちでいるかとか。まあそうですね、はい。それで聞いて、アドバイスができたらいいかなと思って。はいはい、俺らも PK のね、はい、大会は出たからないけど、まあある程度そういう、まあそうですね。だいぶぐらい経験してるわ。はい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 。そういうのをちょっと聞いても面白いかな。面白いですね。呼んでみたいですね。ちょっと聞いてみましょう。皆さんも社会人、会社員でみんなでサッカーやってるとか、うん、PK とかやる機会ないでしょ、はい、どういう風に蹴るのみんな、 どういう蹴り方、よく PK をやり方ってあるでしょ、はい、キーパーを見て蹴るのか、決めたとこにバシッて決めるのかっていうの、そういうのは どうしてんの、なるほどね。なるほどね。そうすると迷うよね。そうですよ。そうそう。でもまあ俺らからのアドバイスっていうか、まあ俺は PK が得意なわけじゃないんだけど、自分の得意な蹴れるところにもうまず蹴るっていう自信を持つこと。キーパーを見たい。で途中見るじゃない。見てキーパーが動いてくれれば逆つけばいいけど、動かなかった時あるでしょ。その時の迷いが一番ダメだから。だったらもうそこに蹴った方がいいよ。決めたとこ。その迷いだけが一番ダメだ。動けるキーパーだったら見た方がいいと思うけど。俺も参加させてもらうけど、基本決めていこうかなと思う。まあ、こんな言ってますけど、ライバルですからね。あ、もしかしたらね、確かに。だからライバルにね、そんなね、アドバイスすることはないんですよ。話終わっちゃうから、ね。そう。逆にこういう大会出たことある？ない？ないでしょ。なんかその緊張感だけじゃない。相手は慣れてるから。逆にプレッシャー感じる可能性あるからね。そういう、だから積み重ねて勝ってきたっていう経験知ってるからこそ、おい、1回戦マジ集中しようぜなって。確かに1回戦大事だもんね。そうそうそう。もうそしたらもうこっちのもんよ。もう、慣れた感で。もう、場の雰囲気を作るっていうね。はい。こんな。で、ボールとかもうこうやって、ポンと置いて、ポケット突っ込んでこんな戻って、ダメだよ、そんなのは。思うんですけど、雰囲気、飲まれないっていうの超大事。いっぱい今日なんか多分1000人ぐらい来る。だから1000人の中で PK やってるってことだから。だからただあれそれだけの中で。PK だけをやってるっていう雰囲気はやっぱり分かんないじゃん。だって俺らも分かんないわけで今。まあ本当そうっすよ。でしょ？俺結構今緊張してるからね。こんなみんなに言ってるけど。はい。みんなだって決めて当然だと思われてるから。いや、褒めて当然と思われてるんですよ。俺らが緊張してる。そうっすよ。いや、むしろ。それがみんなに教えてくれる。でも、だって、いやいや、俺らとチームと、あれだ、予選で当たんじゃない？もし勝ち進んだら。だって、グループ C でしょ？グループ C だから。だからそしたらさ、当たったらさ、勝たしてよ。靴はみんな、あれ？いや、もう、最強を手放してしまう。ああ、そうか、そういうのもあるんだね。でも、そういうさ、なんか、おのおのの立場で、またこういう PK チャレンジとかあると、楽しいよね。PK なんかね、やらへんもんな、普段。だってさ、じゃあ仕事してるじゃんみんな。じゃあちょっと今から PK するから来ないって言わへん。言わないですね。ね、だからこの雰囲気って俺は。でしかもフットサルはガチじゃないでしょ。だからガチじゃないとさ、フットサルの PK もそんなないじゃない。ね、そんなね、PK なんつってさ、PK なんて多分ないから。だからキーパーが立ってて絶対的キッカー有利な中でキックを蹴るってないじゃない。でも思った方がいいのは、あれ思った以上にキーパー結構ダメってなってるわ。やっぱそういうもんなの？なんかさ、ディフェンスっていうかキーパーはさ、止めればいいってなってるから、俺は開き直ってると思ってて、キッカーを決めなきゃいけないじゃん。まあ、2種類、2パターンありますよね。プロだと結構分析とかも入ってくるから。そういうことないよね。それだけだよね、うん。本当にその空気感に飲まれないっていうのはやっぱり大事かな。ってことはやっぱりこう決めていった方がちょっといいかもしれない。自分の自信のある球でここに蹴りましょう。で、取られたらしょうがないぐらいの。誰がちなみに一番手？一番手誰？これ二番手にめちゃくちゃのしかかるからね。うん、一番手の結果。二番手？あ、もう決めてんだ。いや、ちょっと頑張って、当たるの楽しみにしてるんで。僕らも勝たなきゃいけないですからね。そう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 。はい、勝って負けてたら、おい、PK 教えてやるよってなりますからね。確かにそうそう。別の日で PK 教わったになりますから、今度。はい。こけるんですね。いや、そうそうそう。いや、なんか福西さんと高木さんは気持ちいいって言ったけど、僕ら技術で勝ちましたよなんつってすいませんでしたっつっても、いや、でも本当頑張りましょうね、うん、頑張りましょう、はい、お願いします。